日本会員駅西会が所在する駅西会ビル公益社団法人日本会員駅西会は船員に対する医療の提供などを目的に設立された業界団体である。元国土交通省所管。現在では広く一般に門戸を開放しているが船舶乗組員に対する医療、医療指示の実施を目的に設立された公益法人であり、これが 最大の特徴である。特に公開中の船舶からの無線や衛星電話を通じた医療相談や船舶に乗り組む衛生管理者への医療指示は24時間対応で行っている。日本国籍の船舶の場合、船中で休館が発生すると多くの場合はかかりつけの液災会病院に一報が入り、そこで衛生管理者を通じた問診、医療指示が出され、 そこで緊急搬送の要ありと判断されると、海上保安庁に急搬送の要請が行われている。日本が世界で唯一行っている、日本水難救済会による養生救急制度の要となる団体といえる。本部所在地東京都中央区赤市町1番29号設立時の代表者日本会員駅再会は、1880年に東京府南品川にあった。 深海寺の一部を借り受けて開設された会員寄宿所が起源である。これは、明治新政府の意向により、劣悪だった船員の労働環境と生活習慣の改善のために、船員宿泊所の提供、船舶の圧旋、船員教育、船員遺族への弔意、慰安、そして船員に対する医療といった、船員に対する福利厚生一切を行う団体として設立された。 駅祭とは、郵便という言葉を発明したことでも知られる、前島ひそかによって名付けられた。レリーフの包括した和訳として考案されたもので、駅から手を添えて支えるという意味である。日本会議に駅祭会は、民法施行前に、社団法人となっていたため、民法の施行により、1898年10月20日付で、日本初の公益法人の認可を受けた団体でもある。 戦前は、船員に対する福利厚生全般を包括していったが、第二次世界大戦後、職域ごとに国の直轄事業や他の公益法人への事業分割が行われ、船員に関する医療を行う社団法人として再出発することになった。医療援護生活保護患者の取り扱い及び診療費の免除、または、 減額無料巡回診療救急医療無線通信、医療相談児童及び身体障害者の福祉、老人保健福祉保健指導及び疾病、予防繊員に対する保健指導及び疾病、予防地域住民に対する保健指導及び疾病、予防感染症等の予防対策特殊法千援学生への育英資金の提供医療相談会時関係図書の発行船舶に応じた各種、 船舶医療便乱を発行し、船内に配置宮城陸域再開病院。ありがとうございます。